やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。よろしくお願いします。もう5分始まってるね。さあ誰かがいるはずなんだけど、はい、お願いします。お願いします。はじめまして、スタンミって言います。お願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。かわいい。ちょ、もう一回しゃがんでみてもらっていい？しゃがむとめっちゃ、すげえすげえ。で、今ちょっといろんな人に聞いてることがあって、おすすめのワールドだったりを聞いてるんですけど、ここのワールド行ってみてほしいなみたいなワールドってありませんか？あります。ちょっとホラーワールドなんですけど、いいですか？ちょっと待ってよ。え、何？俺初めてなんですよ、一応ホラーワールドは。ポータル出せばいいですかね。お願いしていいですか？ホラーダークネスエスケープ2019。ねえ、ホラーはやばいって。終わったか。せっかくだし大ちゃんさ、あれしようか。僕は抜けた方がいいですか？そうだね。わかりました。それでは初のホラーワールドということで、このゲームは恐怖ゲームです。心身微弱、妊婦、子供、特定の光発作、パニック障害など、あ、全部あります。それ俺全部ある。ゲームを進行する途中、何が起こっても責任を負いません。恐怖を向上させるためなら次にしてかってください。オーディオボリュームが、ワールドが80から100。やっべえな。終わった、マジで。マジ終わったわ、みんな。ごめん。他の友達がいたら必ず待ってください。待って、友達とやるゲームじゃん。ああ、なるほど。いやいや、やばいやばいやばい。これ謎解き？いらんいらん。ゆうやに謎解きいらん。321だ。お願いします。何これ、誰かが私の友人を殺した。一人は真実を言って、三人は嘘をつく。犯人を見つけなさい。私は殺さなかったです。 B は嘘をついています。 B が殺すのを見ました。 D が殺しました。 B の主張はD が殺した。はい。で、D が殺しました。で、B は嘘をついていますって言ってね。はい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 。B が殺すのを見ました。これ簡単です。殺したのは B です。はい。こんな簡単な問題ありません。B です。これ行かないといけないの？
人は真実を言って3人は嘘をつくだ。全部が嘘だと一回仮定しよう。 B は嘘をついています。これついていません。 D は殺してない。B が殺すのを見ました。 B は殺してません。はいはい。私は殺さなかったです。で、私は殺しました。B と D は無実だね。ここでは問題は B が殺すのを見ました。 B は殺してません。その話っていうのは、俺は今結論を出したばっかだから、 B と D は殺してないっていう結論を出した後に、全てが嘘だと仮定した時の A の主張、 B が殺すのを見ました、 B が殺してません、これついつまがね。ということは残るはお前だ。私は殺さなかったです。私は殺しました。そうすると真実言ってるやついねえわ。ちょっと待ってよ。B が殺すのを見ました。こいつだけが本当として、その他が嘘だと仮定した時に成り立つかどうかを考えよう。 D が殺してません。 B は嘘を、私は殺さなかったですが本当だと仮定しちゃダメだ。ちょっと待ってくださいね。1個ずつ将棋法でいこう。これが真実だとして話を進めていこう。 B は嘘をついていますだけが真実、 D が殺しました、 B が殺すのを見ました、 B は殺していません。これついつまが合うね。ということは友人を殺したのは D、 お前だ。絞れてきたね。これで絞れてきました。この問題は D の方向のところと、B のところ折りましたね。で違ったっていう情報もあります。はい。B が殺すのを見ました。 B だね。で D は殺してません。 D は嘘、 B は嘘をついてます。あとそうやね、二人になっちゃうもんね、犯人がね。 B と D どっちも犯人になっちゃうもんね。だから残されてるのは C なんだよ。私は殺さなかったです。私は殺しました。ここだな、もうここしかない。あかん。あかん。ごめんなさい、一回終わります。あかん、マジあかん。あ、落ち着いてきた。あ、落ち着いてきた。心が静まってきた。あかん、ホラーワールド。まあ、お前やめろや。ビビッ、ビビッとマジでビビッとお前のせいでやばかったわ。でも配信画面だけ見るとこう前にデデって怖い絵が出てるだけなんだろうな。あ、何が起きてる？どうも。はい、どうも。
お願いします。はい、お願いします。皆さんに好きなワールドをちょっと紹介してもらうって企画やって、はい、まあ、僕も最近始めたのであんまり。僕っ子なんですね。なんか僕っ子っていうか普通に僕男ですね。あれ、ボタルがやばい、謎解きやばい。なんかこういうなんだこれ。そうそう、こういうなんかなんか謎解きの、うん、なんかポータルワールド。へえ、じゃあちょっと行ってみていいですか。ここからいろんな謎解きに行ける。あ、いいですよ。マジで無限にあんじゃんワールド。なんこれ、このゲーム。おすすめのワールドみんな被んないんだけど、謎広張って VR チャットの謎解きを活性化することを目的に作成された謎解きワールドのポータルワールドです。謎解きワールドの他、謎解きの解き方や作り方も紹介しています。謎解きワールドの待ち合わせや謎解きの特訓いかがでしょうか。なるほど、せっかくだから VR 推奨とか。そうですね、ね、あったよね。これ一番左のこれ、リバイバル、はい、VR 推奨、ユアリカさん作成。これで、あ、はいはいはい、ね、大丈夫ですか。ん、大丈夫ですよ。あ、ポータル立てたのでこっち。あ、ありがとうございます。はい、来ました、謎解きワールドリバイバル。ギミックはすべてグローバル動作です。もう1行目から何言ってるか分かんねえな。ちなみにその1行目のギミックはすべてグローバル動作ですっていうのは、うん、僕の視点で動かしたら三味さんの視点でも動くし、三味さんが動かしたら僕の視点でも動くしっていうことですね。了解、いで忘れてた、僕してるの、いで、え、OK、了解。あ、スタート。 はい、来た。何言ってるこれ。because sign やばい、ガチでむずい。どういうこと。なんか普通に左から ABCD ってなってますね、一番上から。ああ、なるほどね。ABCDEFGHIJKMNA, B, Q, R, S, T, U。 A, C, D, E, F, G。 待て全くわからない。全くわかんないね。次行こう、もう一回あのワールドに飛ばしてくれ。次、あ、はい、これは、あなたへ至る帰り道、答えたものが実体化する謎解きワールドです。支配者の元へたどり着く、すごい良さそう。でこれでダメだったら俺たちには難易度そこそこがもうできないってこと、うん、そうですね、そういうこと。ちょっと行きましょう。うわ、条件が揃えば無から有を生み出すことも可能です。本来来訪者は何て呼ぶか分かんないで残りの時間を過ごすことになっていますが、あなたは少し特別な様子、もし条件を満たして私を剣なんて呼ぶ、分かんない、むずい、もう謎々始まってる。緑のボックスにオブジェクトを配置し問題を成立させて答えを入力してください。答えは正しければ入力したオブジェクトが生成されます。多分これですね。はい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 。椅子からスマホまでをつなぎ通った文字を読めということで。椅子からスマホまでをつなぎ、スパイスだね、まずは。ふん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 。はい、あ、スパイス出てきた。で、なにこれ。で、問題が変わるわけではないのこれ。問題を成立させて、うん、そう、問題を成立させないといけないんだよね。問題を成立させるってなんだ。他の単語を見つけてみよう。とて、てぱら、らぱ、らぱ、椅子、
椅子あります、ここに椅子。これもしかして、もしかしなくてもそこそこが解けないやつなのでは。まだ粘れ、お前早いぞ。まだ早い。なんか分かりそうですか？椅子スマホなので、あ、そうね、椅子スパイススイカみたいな、しりとりになんないです、ね、お、椅子スパイススマホ、ほら、ホス、ほ、え、ん、そしたら椅子スパイススマホだったら、こう、これでパラスじゃないですか、椅子スパイススマホなので、しりとりで流る、え、全然わかんねえないよ俺。あ、ちょっと待って、もうそのメカニズムをちょっと教えて。ごめんごめん、俺以外できないんだよね。うん。椅子からスマホまでをつなぎっていうのは、こう、ここからこう、スマホっていうので、うん。しりとりになってるんですよ。はぁ、あ、はぁ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 。で、椅子からスマホまでをまっすぐ行くと、こう、スパイスっていう単語が出てきたわけです。うん。ここにスパイスを置くとして、うん。最終的に椅子からスマホの流れが成立すればいいと思うので、うん、多分こういうしりとりになると思うんですよ。この間にスパイスを追加することで、うん、しりとりを成立させる。はい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 、わかるよ。そしたらここからスパイスまでで、こうまず蚊を通りますよね。だから蚊通る。で、あそこにスマホがあるので、こう、まっすぐ行くと、これで、わぁ！スを通るので、お前すげぇな！なるほど？すげぇわ！で、ここにカラスを入れたとするじゃん。そのメカニズムだと、椅子、カラスやん。わかりました？これ来た。うん、違った。スイスじゃないよね。カラススイカだから。は？どういうこと？大丈夫ですか？じゃあ、わかんなくなってきちゃったよ、クマさん、俺。椅子からスパイスで、うん、スパイスからスイカ、スイカからカラスに、カラスからスマホで、ということはカステイラは、ね、カステイラ、多分カステイラ、カステラ、カステイラって言ったりしません？マジ？ちょうど5文字なんで多分。おい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 、お前頭いいな。やったー。頭良すぎだろ。めっちゃ酔う。超酔う。大丈夫ですか？僕も始めた頃は、うん、ゴーグル外しててもなんか気持ち悪いの治らなくて、一日中酔ってるみたいなことあったので。うん、気持ち悪いわ。悪い、クリアムまでやりたかったけど。ありがとう、やってくれて、うん。はい、こちらこそありがとうございました。はーい、またねー。じゃあねー。はーい。今日終わり。気持ち悪い。酔い系の対策、ちょっと調べとくわ。え、気持ち悪い。